にちは、切り絵画家久保修です。今日はですね、先日ウクライナが今、ロシアの侵攻によって戦争状況に陥って、まだまだ先の長いようなことに、報道されてますけども、その時に一日も早く停戦なり戦争が終わることを祈って、こういうデザインしたものを紹介したと思うんですけども、でその時にステッカーにしたりポストカードを作りたいというお話もしたと思うんですが、それがやっと出来上がりましたので、ちょっとご紹介させていただきたいと思いました。これがまずポストカードの、ウクライナキーウの首都キーウの、アンドレイザカっていうところの作品をこういうふうにポストカードにしました。使えるようになってます。でこれをいろんな方々に出会ったら、僕は手渡しで配っています。でもしこういう誰かにもいろんな方に渡してますので、もし受け取られたら気持ちよく受け取っていただいて、平和を祈るというか、一日も早くそのロシアの方もそういうことを停戦して、ウクライナに早く平和が来るようにと同時に、こういうことが世界各地でまだ紛争とかもありますので、平和な世界であってほしいという願いで、思いで作ったものです。それと、ステッカーの方も出来上がりました。これは四角なんですけど、こう剥がすと丸くこういうふうに、自分の手帳でもいいですし、パソコンでもいいですし、何かこう人の目に触れるようなものにこう貼っていただいてもいいし、部屋の中でも結構ですので、何かこういうふうに貼ってもらったり、あるいは何かの別にそのウクライナのことを書くんじゃなくて、普通に暑中見舞いでもいいし、霊場でも何でもいいんですけど、何かの時にこれをもう使っていただければ、少しでもそういう平和ということに対しての考えを持っていただければ嬉しい。で今のところまだテスト的に作っているので、数に限りはあるんですが、いろんなお店、知ってるお店とかにも置いてもらったりしていってますので、どこかでもし目に留まることがあれば、遠慮なく無料なのでいただいて、それをまた誰かにこうお渡ししていただいて、平和へとつながっていくものになればいいなと思っています。今日は、ポストカード、それとステッカー、これウクライナの、平和を祈って、あるいは世界平和を祈っての、ものなんですけども、もしこれどこかの街角とかどこかで見かけたり配ってる人があったら、ぜひもらっていただいて、平和へ、つなぐ、みんなでつなぐというところになっていけばいいかなと思っています。ぜひよろしくお願いします。